はい、ということで、まあ、本日は大食い企画となっております。久しぶりの大食い企画。そう、やりたくねえ。本当にやりたくねえ。今回は、まあ、大食いプラス早食いでございます。はい、まあ、得意ですよね。得意ですね。で、1対1やったら完全有利です。はい、ご承諾。なので、今回2対1で大食いプラス早食いしていきたいと思います。はい、はい、僕と宝チーム VS ゴーシャクです。なるほど、はい、チンチンチーム VS 最強チームや。いや、そう、行きましょうか。はい、行きましょう。本日は超超超大盛りギガマックスグレートバスだー。よいしょー、レトロのズニリー。そうだね、まあこれなんですけど、最近出たらしいです。しかも見て、レトルトモツ煮入りやって、モツ美味しそうやな。これマジでお世話になったキッシャーさんがやってたんですよ。あの、タカラと運動を重ねとったやつ。ザカオさんに言って俺。あ、ザカオさん、タカオ、おい、おい、したんすよ。3、3運動さんが圧倒的に強いから8分ぐらい待ってあげたの、運動さん。そんな待ったん。でもザカオさん、クイズに負けとった。ザカオさん、半分やってたから、うん、2人やったら多分楽勝できる。あー、なるほどね。で、ダホさんが6分34秒だったらしいんですよ。バカ早いね。めっちゃ早くね。これ6分34秒やで。何これ。あれ？あ、じゃあ、ゴーシャックのライバルはダホさん。ダホさんは俺らじゃないんだ、今日。ガチなし。ガチなし。何の企画なんじゃん、これ。一応、これ因縁やから。あ、いや、だって、そうやね、同点やね。同点か。見てる限り、ザコワさんも一気に半分まで取ってんで、半分はあのペースでいけるんなら、俺も全然負ける気がする。あー、なるほど、なるほど。でも、ダホさん結構余裕そうやって。ちょっと喋っとったんや。うまいわこれとか言われたから、俺も2、3回うまいわこれって言うわ。結構重いやん。重い。カロリーが2178。えぐ。成人男性1日の。で、お湯使う量も 1.3 リットルやん。足りる？ 1 個しかないけど、あれ。足りんかもね。ほんと久々やな。いや、久々。こういう大食い系は。そう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 。マジで自信ある。5分くらい切りたいけどね。5分。5分。5分でやったらもう最強と思うよ。もう抜けんやろ、これも。本当はね、トミーさんとかやってくれることは嬉しかったけど。あー、早いもん。でも、トミーに4分とか行きそうやない、この人。いつかビッグマックセット対決したんや。一応勝ったもんね、ごしたっけ、今。そう、でもなんかコメント欄にね、ちょっとキャベツ余っとるやんとか、汚い食い方やんって。お前、バカ。10秒以上余っとったらそれぐらいいけるよ、今。どっちにしようかとって。マジでそうつやな、ダーンダーンじゃあ、自信はあると。あります。じゃあ、俺らは自信は。なんそれ、何だ。俺は今日ポテチしか食べてません。お、あ、だから今日は食べずに任せます。いや、任せてくれ。俺今日自信あるから。前はね、頑張ってくれたからね。うどん時ね。そうそう、うどん時。あれ、座ってたよ。うん、もっと後、ごしゃくそうだね、吐いたよ。揚げ丸ごと出てきたもんね。揚げ丸ごとにしてたもんね。この犬はね、僕の彼女の犬です。はいはい、ラブちゃん。ラブちゃん、はい、グタッとしてるわ。おでこちゃんやからね。普通チワワって2キロ3キロねんけど、5キロありますから。結構あるね。お似合いだもん。そう、お似合い、お似合い。一緒なんや。そう、デブとデブやから。デブとデブな。もう帰ってこない。みんなでうなほさん超えるみたいな。こう勝負やけどさ、それの気持ちやですよ。ざっとありませんから。2人やからってことね。そう、6分はいけるよ、2人って。2人でもちょっとその目標タイムとかつけてくれる。12分。なんか倍やんけど、マジで。ちょっと3回目か。これでいかれんな。そう、決着が。じゃあ負けた方、じゃあ2択する。はい、はい、行きましょう。はい、じゃあ早速作っていきましょう。はい、いきます。せーの、せーの、つい。はい、ということで、じゃあ作っていこうか。はい、入っとるのが早くやね、ソースと、これがもつやね。これやん。こんな感じです。はいはいはい。はい、ということでできました。はい、量多いね。バカ多いよ。多いわ。オッケー、満足した？いや、タイマーしてやりますか。はい、つけて。はい、オッケー。では超超超大盛りペヤングギガマックスグレートボス。はい、よし。よーい、スタート。ポチ。いただきます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 。これ食うの。1分切りますよ。あ、カリーが。
三分だよ、三分。え、もうないやん。いや、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 もう。お前、マジで。俺やん。仕上げや、音が仕上げや。勝者、はい、本作。え、ちゃんと俺ケチって怖いけど、怖いね、怖い。3分ちょっとぐらいで、うん、分かったかな。発表する？タイム発表しよう。はい、そうすか。はい、じゃあ俺らからするか。するか。うん、オッケー。だからこのチームの、はい、タイムは、はい、6分9秒です。そうそうそう、よかった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 。で、ってことはでしょ、ってことは、はるかに早いです。ゴシェットの記録は、はい、4分52秒でした。いや、ほんとに4分52秒だった。ほんとにきっと、マジで綺麗、マジで綺麗。勝ちで早いやん。うわ、すっごいわ。ペース落ちんかったね。これはギリのあれなんだったんだよ。落ち、ペースの落ち、ちょっと落ちたけど、うん、まだあると思って、うん、びっくりした。これはもう、結構な、もうしっかりだと思った。どう、途中までマジ一緒ぐらい、一緒ぐらい、うん、最後詰めはないよ、二人で。やっぱりどっちかに任せようっていう気持ちがあると思うよ。あったな、あったな。ちょっとあったと思う。ありました。じゃあ一発ゲームじゃあ、じゃんけんいきますか。バス取った、それじゃんけん、じゃんけん、じゃんけん、ぽい。エンディングで、エンディングで、エンディングで、僕のペヤングの一発ギャグでお会いしましょう。はい、はい。連対決は僕ら負けました。はい、はい。で、宇多尾さんにも勝って、素晴らしい。YouTube マルチ系のクリエイターでちょっと対決したいの、うん、トーナメントで、なるほど、チームいいね。はい、ということで、まあこの動画が良かったと思ったらコメントお願いします。お願いします。コメントどしどし待ってるんで、はい、もう僕らね返すんで、もうどしどしください。お願いします。お願いします。ではまた次ペヤング新しく出たらしましょうか。しましょう。はい、お願いします。はい、やります。じゃあ皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。響き渡るといいな。ただのエゴイズム。はい、じゃあペヤングで一発ギャグいきます。いやいや、いきます。ペヤング江戸春美、ペヤング。